気温1度の福島駅からこんにちは。寒い。ここで凍え続けるわけにもいかないので、今日は阿武隈急行に乗ろう。阿武隈急行はまあ私鉄なんだけど、ちょっと JR 口からは離れた場所にある。末端冷え性には辛いなぁと思いながら歩いてると、電車乗りがなるものが見えてきた。日進月歩の駅ビルの一角で、狭苦しく申し訳なさそうに構えているけど、これでも天井所在地にある、ゴリゴリの新幹線停車駅だよ。とりあえず切符を買おう。終点まで乗るので、引き抜きまで980円。阿武隈急行は成果なんてものは受け付けてないよ。ホームに着いたけど、このホームには阿武急以外にも、飯坂線も乗り入れているらしい。方面数の格差がすごい。で乗る列車は阿武隈急行8100系。ベースは、今は JR 九州を走る713系ということになっている。国鉄車ベースなこともあり、デビュー年は、まだ平成時代にも入らぬ1988年。後々述べるけど、そのせいで老朽化も激しく、新型車両への置き換えが始まっている。新型車両って、多くは言わずとも、ベース車両の想像はつくんじゃない。とにもかくにも、とっとと乗り込んで、阿武隈コーチに、夢、追いかけに行こう。車内はロングとボックスが混在。火災対策を理由に各地で廃止されていったキノコ型貫通路も、ここには残ってる。ボックスシートは相当ふかふか。棒格付け番組の一流芸能人のあの椅子と交換しても、ワンチャンバレないのでは。まあ時代が時代だからか、無駄なは鉄パイプだね。じゃ、10時46分、福島駅発車。ここからとりあえずは柳川まで。お待たせしました。この電車は各駅停車の柳川行きワンマンカーです。じゃあ早速阿武隈急行について軽く解説していくとしよう。阿武隈急行はここ福島から宮城県の月の木駅までを通る55キロくらいの路線。両端の駅で東北本線と接続するけど、その2駅以外では乗り換えが存在しない。で、この阿武隈急行、東北本線と密接な関係があるっていうのも、東北本線の線形は白石付近はぶんなりしていた。まあ小菅生峠付近だね。単線のくせして単線急勾配っていうハイパーボトルネックゾーンを抱えた東北本線、輸送力が増えてくる戦後に入ると、それはやばかった。具体的には、東北本線は線形が悪いから、優等列車は常磐線経由にするなり、とかいう、東北の民を重くそ的に回しかねない状況にまで陥った。そこでひらめいたのが、今の阿武急ルートで迂回路を作っちゃうってものだった。ちなみにこの経路、最初に東北本線を建設するときに、一時は検討されたルートだった。だから、事実上の計画復活という形でゴリゴリ線路を敷いていった。月の木側から敷かれた線路は1968年にはすでに丸森県境まであと10キロってところまで来た。これが丸森線としてのスタートだけど、まだ東北本線とつながってなかった分暫定開業状態。でも東北本線を整える工事もそれなりに進んでいった。新車導入、複線化、電化とかで手こ入れされた東北本線に対して、東北本線の右腕を担う存在だったはずの国鉄丸森線には、もはや本来の役目などない。加えて、利用客の低迷が相当な問題になっていた。東北本線の輸送力を上げるのが目的だったから、線形は良かったんだけど、その犠牲はでかくって、町の中心部を通せなかった。さらに、丸森線が東北本線に接続しているのは北側だけで、福島方面には出れずじまい。1日の輸送密度は2000人を切るし、路線自体も短いし行き止まりだしで、第一次地方交通線、言うなれば、国鉄的には廃線ギリギリのところまで来ていた。でも、丸森線の工事はほとんど終わっていた。ナウローディングでよく見る、99% の状態に、マジでなっていた。まだ全線開通すらしてない丸森線、工事はあえなく断念。でもここ、福島駅近辺を除き、ほとんど終わっていた敷設工事、それをなおざりにするだなんてもったいないってことで、県と自治体が第三セクターを立ち上げた。で、阿武急が生まれたってわけ。ほんで1986年には、国鉄が運行していた丸森と月の木の間を、そのまま引き継いで運行。その2年後には、線路を福島までつなげた上で電化、今のような形になった。ちなみに今乗っている車両は、阿武隈急行の電化当時からずっと走ってきた車両。寸出のところで廃線になるとこだった。国鉄時代を知らない存在というのは間違ってはないけど、山積として開業してからも結構波乱が続いた。例えば、甚大な爪痕を残した 3.11、主に常磐線が被害を受けてしまった大震災、阿武急も例外ではなく、懸命な努力はしたけど、復旧には2ヶ月を要した。復旧までの間に乗客は減って相当な苦難が続いた。あとは直近ので言うと去年3月の震災だけど、地元に愛されているし乗るって観点から見ても楽しいし、復旧には3ヶ月かかったけど必要不可欠な路線だから危機をどうにか乗り越えられた。この復旧を記念して切符まで売っちゃった。編集タイミングがあれだから今はこの切符は売られてないけど、あぶく銭目当てだったらとっくの塔に廃線にされてるであろう。赤字の阿武隈急行、福島月の木から寄り道して、ぜひとも東北本線とは違った空気を味わってほしい。福島から柳川までの区間はおおむね2時間に3本だから、時間が合えばふらっと寄ってみてもいいかも。次がりんごの里を売り文句にしている瀬野駅。フルーティア福島といい、なんか福島って割とりんご推しが強い。これは知事のあかりを買収するしかない。食べるんごの歌が3年前という恐怖におののきつつ、引き続き福島盆地を北東へ。阿武隈急行というだけあって阿武隈川近辺を走る。近くを走るとはいえど阿武隈川をまたぐ回数は2回しかない。これが1回目。この近辺にいた大熊に由来して阿武隈川になったとか言われているそうだけど、まるで童話みたいな由来だな。地名ってそんなもんなんだろうけど。初代伊達氏、伊達政宗が居城を構えたとかいう高子が丘城が近くにある高子駅に到着。反対方面の列車はボックスが埋まる程度の混雑。ものすごい需要があるってわけじゃないけど、地域住民の足としてよく機能している気がするな。ギリギリで開業させた回はあったかもね。でも地元民にとってちょっとネックなのは運賃かもしれない。例えば福島駅から1駅目の卸町駅まで行く場合、阿武隈急行だったら260円で、卸町駅付近には JR 東北本線の駅東福島駅があるんだけど、福島駅から東福島駅まで JR で行くと190円、阿武急の方が70円も高いと、近距離中距離だとどうしても運賃に差が生まれてしまう。まあこれはしゃあないというか、地方私鉄散策はそんなもん、 JR が安いって解釈すべき。ただし福島から月の木の50キロクラスに突入すると JR 特有の運賃の上がり方で逆転しちゃう。いくら阿武隈急行の線形が良いって言え時間では東北本線には勝てないけど、でも悠久の時が流れてないとこんな謎のカッター落書きなんてないよな。なんと神と瞳は果たして結ばれたのかね。さてもうすぐ保原駅に到着。1キロ2キロごとに駅が設置されているから東北本線と比べると体感でも遅い。市街地という超ざっくりとした案内と、保原町という今はない町を示す標識。目の前の保原駅舎はかつての保原郡役所を模したものだそうで、レトロな列車とレトロな雪景色を堪能できる、なんかそういう路線。米の生産量が6位、かつここ中通り地域が福島県内最大の米どころのおかげで至る所に水田が見えてくる。福島県って日本で3番目に大きい都道府県だけど、生産量のトップに際立って躍り出ているものが少ないからなんか影の薄さがかわいそう。であっという間に柳川駅、20分後の列車に接続しているそうな。少しホームで待つことにはなるだろうけど、一番列車を18切符で乗り継いだ先で食らった新白川での40分待機で鍛えたからもう満タイ。願わくは新車の方にも乗りたいなぁと余裕の表情を見せながら、 JR 東海ムードのドアチャイムをバックに福島県柳川駅に降り立った。乗ってきた列車は一旦はパンタグラフを下ろしてはいるけど折り返して福島駅になる雰囲気。伊達政宗が居城を構えた柳川城の最寄り駅ではないけど近いところ、独眼竜が愛したちはこの阿武隈急行の線路を境にきれいに住宅地と田畑で分かれていた。関ヶ原の西軍東軍の末路と同じくらい極端な様相。うるせえ田んぼの方が日本の産業を支えているんだぞというマジレスクソリップが飛んできそうなので、ちょっとここいらで別の話題へ。あの遥か向こうに止まっている車両、あれはさっきまで乗ってきた阿武急 8100系 とは対応なす新車 AB900系。ベース車両は言わずもがな E721系。老いぼれ車両をこき使うという阿武急の方針に逆らいバリバリ故障しまくった 8100系 の置き換えを目的に2019年からじわりじわりと首位を奪わんとじっちゃん車両を置き換えていった存在。でも赤字路線ということもあってかまだ3編成のみの導入にとどまっている模様。次にタマモが乗るのはさっき見た竜智 900系 じゃなくて月の木方面からの折り返しかもしれないから、未車種乗りたいという願いは叶うのか。そして秘宝、月の木方面からの列車が遅れているらしい。当然接続列車もそいつを待ってからの発車で、それまでは福島駅で列車を待合室代わりに使えと言われた。いや言われてはないけどなんかそういう雰囲気は漂っていた。ちったねーコートを羽織ってることがバレたけど、待合室でなんとなくお絵かきしてみていた。車両も路線も、結構 JR というか国鉄というか、レトロな部分だけを残した JR というか、そんな言葉にしづらいものを感じる。ただしキノコ型貫通路、君はどう考えても JR の遺伝子じゃない。本来なら20分の乗り継ぎだったところを、35分くらい待ってみると、向こうからはいつになくまばゆく感じる光が。なんとあろうことか、AB900系狙い撃ち達成。やったー、ちょっと寒いから早く乗せろください。新旧列車の夢の共演は、455系と E721系が並んでいるようにすら見えてくる。こういう形シーズンが、乗ってて一番楽しい。中途半端に新しい列車をベースにしているせいで、3色 LED とかにいびつな古さを感じるけど、逆に言えば着飾ってない、洗練された感じはある。というかアブ級って前列車確定だし、急行なんだから急いでくれ。当たり前のように備え付けられたボックス席は、どことなく山手線 E231系を彷彿とさせるマケット。ドリンクホルダーのおかげで、暴走にまれ休憩に見えなくもないけど、座席は予想はしていたけど、あーっていう座り心地です。よいしょっと。車内表示器だって抜かれない。この電車は各駅停車の16×96 の LED に収まりきらないせいで、めちゃくちゃ走られている。柳川希望の森公園前駅に到着。オルガが地面に倒れている時にでも流れそうな4文字だけど、この公園には2000本の桜の木があって、自然豊かで、ミニ SL もあって、付近にはプールもあって、なんて希望なぞ握りつぶさんと言わんばかりに、駅前はやや寂れていた。月の木行き、ワンマンカーです。毎時1本ちょいの貴重な列車は、客を降ろすことも乗せることもなく、静かに駅を出発。停車時間の短さが、遅延回復の狙いと駅の静けさを物語っている。後駅舎の廃墟感がエモい。さて次は富野駅。次の駅止まりの福島方面からの列車も、何本か存在する。ここから小菅峠にあたる部分を通るともなると、需要も本数も旬となる。いわば山越えの秘境区間。実際に入ってみればその凄さがわかるかも。ボックスに自転車持ち込んだらさ、まあいいのかもしれないけど。豪勢な駅名してるけど、誰も乗らなかった兜駅出発。この次が県境を越える山深き区間。宮城県の阿武隈駅、トンネルを越えた先にあるらしい。国境の長いトンネルを抜けるとうんぬんってやつやれそうだけど、トンネルに入る直前に国境を越えるから、E7号をじみたことはできやしない。まああまり同じ雪国ネタをこすりすぎても、著作権没後70年問題にかこつけて、誰かがそいそいクレームかましてきそうだけど、トンネルの中ともなると、張り巡らされたインターネット電波の手も及ばないから、ネットミームに汚染されていない。純然の子供たちのアート魂でも見ることに、ああでも最近の子供ってあれだって、広い域に汚染されてるんだって、そこに愛はあるんやと指差し確認してると、前方にワンマン風の LCD を貼って、レイアウトはなんか、テンプレートをほぼいじってなさそうなタイプのそれ、都会でも見た気がするだけに、LCD はさながらアーバンの仮面、地下鉄と思えば地下鉄と錯覚できなくもない、2.3km の不思議なトンネルを抜けて、剣士が天狗に剣術を教わったという宮が近くにあるとか言って、天狗の宮って名付けられた産業伝承館の隣にある秘境駅、国道は対岸、周辺集落まで徒歩20分、猫まみれの無人秘境駅、阿武隈駅に到着、2時間に1本だから、秘境駅にしては本数は多めだけど、それでもやはり誰も乗せず、誰も降ろさず、マスコンとブレーキ管塊の音だけ響かせ、お次は丸森駅。子役で一世を風靡したドラマを彷彿とさせるような駅名。今もう彼ら彼女らは立派な大人になってるよ。こんな動画サイトで無駄に時間を浪費している場合じゃないよ。分かったらブラウザバックしよう。そして3連単狙ってがっぽり儲けに、とても東北本線の代替として線路が引かれたとは思えないような場所を走る。眼下に望むは阿武隈川。川が蛇行する。熊って字が阿武隈川には用いられているけど、制約大きい地形の中、よくここまで線形をよくできたもんだなって思うよ。北北線とはまた違うタイプの線形の良さ。そして向こうに何か見えると思ったら、二股の夫婦岩なるものだそうな。あからさまにギスギスしそうな名称をしてるけど、老害が和光度の恋仲を引き裂いたから割れたという伝説があの岩にはあるだし、やっぱりギスギスしていたけど本人たちのせいじゃなかった。今だったらポテトサラダくらい作ったらどうだと同じくらいの炎上が巻き起こりそう。とかくするうちに阿武隈川を渡る。これで2度目、ラスト以降阿武隈川が見えることはないけど、おおむね近いところを走るよ。円形状に土地が盛り上がっている点に地名が由来する。丸森駅に到着。レゴマやらゆずやらが取れるこの町の主要駅では結構な乗車があって、1車両あたり6、7人くらいに増えたかな。それでも少ないのはそう。丸森で遅延列車の待ち合わせを食らい、ますます遅延が増大していく。あ、公式ホームページには「平常通り運行してる」って書いてあったよ。誰も話題にしてないこともあって、狐につままれた感覚が抜けないけど、逆にこれまでにない貴重な経験をしたということで、何でもかんでもラッキーで割り切ろう。あ、ラッキーといえば福島駅にこういう駅名標があったの気づいた。これね、宮城応援ポケモンのラプラスと福島応援ポケモンのラッキーが描かれた駅名標、柳川駅でひっそり留置されていた阿武急ラプラス&ラッキートレインの運行開始に伴って、2022年の7月から阿武急のいろいろなところがポケモン色に染まったらしい。で、なんでポケモンと思うかもしれないけど、ポケモンローカルアクツっていう地域の推しポケモンがその土地を PR する取り組みで、地域とポケモン両方のファンを増やしたいねっていう取り組みだそうな。言い換えると聖地巡礼のきっかけ作り。鉄道会社のコラボも結構増えてきたよなと思う。今日この頃 JR 東日本だって駅メモとコラボしたくらいだし。さて列車は角出しを突っ切って、人目惚れの産地をどんどん北へ北へ、阿武隈高地の北側を月の木方面に向けて走りゆく。今はここも毎時1、2本が確保されていることを考えると、国鉄が経営していた頃は5往復だったのに、なんとも出世路線月の木を通り越して東北本線の仙台まで直通する列車だって2往復残ってるし、ちなみに郡山直通もあったけど、それは2004年に廃止されている模様。角出しを出て柴田町へ。ラスト月の木ベース車両が低重心 9/721系になってることもあって、走りが安定している。さっき乗ってきた車両は縦揺れがすごかったのをなんとか座席の柔らかさで相殺していたけど、こちらはそもそもの揺れが少ない感じだね。いずれにしても乗ってて揺れるからやっていう感覚はどっちにもなかった。白石川の手前で東北本線と合流。下手したら支線の扱いを受けていた東北本線のあの区間、惜しくも本線になれなかった阿武急は立派な、しかし山積として何を思うか。それはそれとして乗り継ぐ予定の電車には間に合わなかったんだけど、結果として白石町の時に白石温麺を食べられたから、まあまあ OK。 玉藻は賢い。東北本線のすぐお隣のホームにスイッと滑り込むように入線。 JR 窓口を通るための生産券を運転手さんからもらって、月の木駅を下車。折り返しの車両には結構な待ち客がいたようで、座席は相席になりそうってところまで埋まった。以上、阿武隈急行でした。一難去ってまた一難どころか二難三難四難と来るエクストリームな路線だけど、その分飽きない、引きつけるような魅力があるから、ぜひぜひ訪れてみてね。仙台方面の接続列車を見てからこの動画を終わろう。見えてねえよとか言わない。